が怪しいですが、まだ雨は降っておりません。多分このまま行けると思います。金曜日の完全前の行動を始めます。関西電力の皆様、お仕事お疲れ様。そろそろ方向は決まりましたでしょうか。再稼働をやめるという方向は決まりましたでしょうか。私たちは皆様の声を期待して待っております。関西だけでなく日本に君臨する関西電力の皆様の方針は私たちの将来を決めてしまいます。今日もここでたくさんの人の原発に対する思いが語られると思います。私たちに何か次の過酷事故があったら一体どこに避難することができるのかな、果たして避難ということが可能なのだろうか、そんなことも語られると思います。むざむざとこの体を放射能に捧げたくはありません。いろんなお話を聞いてください。では最初の方のお話を聞きます。それでいろんなところで活動があると思いますが、行きたくても行けない事情もありますので、それぞれの集会や活動で皆様方がここで共有できるものがあったらどうか共有したいなと思います。いろんな活動報告もあると思います。そして印象に残るお話もあると思います。出会いもあると思います。どうかご自由にお話しください。ではお願いいたします。差し止め仮処分裁判の、抗告審っていうのがあったんですけど、まあなんていうか門前払いですね。もうなかなか腹立ち、これもう なんですかあれは。私たちは問い続ける日本軍慰安婦問題と安倍橋本の歴史認識ということで、じゃあ大体ありたいです。
島県の双葉町の前町長の井戸川さんが船に来られて高浜に来られて、話されたんですけども集会は100名ほど集まって大成功しましたけども、原発避難というのがいかにデタラメで、いわゆる机上のプランであるのか、避難計画そのものが机上のプラン、そういう本質がね、すごく提起されました。まず井戸川さんの経験から避難命令が出て、まず同じ福島県の川俣町に双葉町の住民を連れて避難するわけです、彼は。で、10日あまりね、川俣町に避難して、その後、いわゆる埼玉県に避難するという過程をしてるわけですね。で、川俣町に避難したのはいいけども、とにかく、10日余りの間に、川俣の食料がなくなると。もちろん小さな町ですから、そんなに物資がどんどん入ってくるわけないし、食料もなくなると。で、実際にその10日間というのは、受け入れた川俣町の職員やボランティアの方が一日中おにぎりを握っていると、そういう状況が続いたそうです。それで、これではもうどうしようもないということで、彼は埼玉県と交渉して埼玉に避難すると、町や幕府と避難するという決断するわけですね。で、彼が言ったことが言えば、避難というのは1週間とか10日とか緊急に避難するのが避難であると。で、いや、福島の場合はどうなのかと、避難ではないんですね。もう完全に強制的に移住させられるという状況なわけです。で、避難といったって、親兄弟の家や親戚なんかでも1週間10日が限度なんですよ、受け入れるのは。で、それ以上になると問題が、圧力が絶対出てくると。ましてや知らない土地にね、で受け入れてもらうと、それは1週間10日、あるいはまあ1回くらいの限度でね、それを超えた場合、もうほとんど対応不能になっていくと。そこでは絶対に圧力とか問題が起こってくると。で、福島の場合、いつ帰れるのか分からないわけですね。で、一説では500年と言われています。これはもう避難じゃないと、強制移住なんだと。いわゆる戦前の日本なんかが行ったような、強制的に軍事基地を作るので、強制的にどこか出ていけというのと何か変わらないわけですね。強制移住であるならば、避難を命令するならば、避難した後の生活、避難した後の生活再建とか、コミュニティの再建とか、
いうのを国が命令した国が責任を持って責任を果たすべきであると、そういうことは一切ないわけです。ただ避難してください、強制的に避難しろと、で、それに応じて避難した。ところが現実は避難させられたにもかかわらず何の保証もなく何の責任も問わない国、電力会社、当然ですね。その姿に彼はいわゆる君、福島を捨てられたと、もっと言えば引き逃げにあったっていうね、いう形で言われてますけども、そういう現実がやっぱあるわけです。で、強制移住、強制的に移住させられる、避難させられる、で、地域を行政でコミュニティを守っていく、そのためにもやっぱりまとまって状態で避難すると彼は選択するわけです。しかし、大韓の、埼玉アリーナの避難するわけですけれども、そこで彼らは現実に突きつけられた問題は、いかに住民を守っていくのか、住民の生活、命を守るのか、そういう現実に直面するわけです。その中で一旦まとまって避難するんですけども、親兄弟や知人を頼ってバラバラに避難する人も出てくる、そういう状況の中でニートが突っ込まれたわけです。で、彼は結論として避難を拒否すると、お疲れ様です、どうも、いうことを言ってます。避難しないというのはどういうことかといえば大変な問題なんですけれども、しかし現地に避難したことにおいて福島の双葉の住民がどういう目にあったのか、そういうことの裏返しとして避難拒否宣言をしようということを彼は提起しています。再稼働に反対します。仮に再稼働されて避難を強制された場合、避難を拒否します、そういうことを宣言するということが書かれました。それは何の責任も取らない政府、電力会社に対する抗議の意思です。で、集会では若さの方々がそれぞれ避難計画を出したわけですけれども、それに基づいて問題点を提起しました。で、福井県の計画では大分、高浜、宮間、敦賀、ね、全体が30県に入ります。一応30キロ圏に避難計画を立てる義務があるというふうに言われてますけれども、それぞれどこに避難するのかということが個別的に出ています。
痛みとかで高浜は宝塚とかいうことが小学校の校舞台で決められています。しかも高岡のどういう視点かと伊丹のどの学校かとに避難するということが述べられています。しかしこれ自体もだんだん決まったわけではないんです。各学校とか施設とないし、伊丹市とか高岡市とかそういうところとの協定が結ばれたわけではないんです。関西広域圏で受け入れるということが決まっただけで、具体的にこれから一つ一つその受け入れてもらえるかどうかということを決めていくというふうに言われています。で、避難という場合、若狭の場合は27号線という海沿いを走る 灯台になるんですね。灯台に走るがメインです。でこれは今前津自動車道が大間までしかありません。大阪行った場合はね、オバマ通過間はまだ開通してません。したがって現実の避難経路としては27号線になるわけです。で27号線というのは海沿いを走ってます。しかもちょうど前の道ぐらいの広さなんですよ。国道といったって幹線道路ですけどね。でところどころにトンネルがありもちろん橋がありそういうでところによっては海抜1メーターぐらいのところを走ってます。海際を走ったわけですよ。で津波とかそういうことを考えたら到底も使い物にならない。で地震があった場合例えば橋が落ちたら通れない。で途中にトンネルなんかあるわけですけれどもトンネルが崩落したら通れない。実際ね22号線走っとって恐怖を感じる時があります。トンネルが入っていくともう崩れるんじゃないかという恐怖をね車に乗っ取っても感じるような気がしたんですよ。で地震なんか起こった場合は果たしてそれが耐えられるのかどうか何の保証もない。で大島大井原発の場合は大島半島に原発があってその直近に大島の集落があります。それのいわゆる原発道路ですね。大井町から大井原発に向かう道は一本だけです。で、その道を走っていると崩落注意と崖崩れ注意という看板が出ているようなところなんですよ。しかも大井と結ぶところにはアウト大橋があります。これは今工事もしているようですけども地震なんかに到底耐えられるようなものではないわけです。で起きた時はその道の要するに一方しかないからゲート前を封鎖して軸を通って再稼働できなかっただけでできなかったわけです。そのために海からいわゆる当時の牧野くらいですかなんかを運んで再稼働の合意したわけです。逆に言えば大井の原発が止まった時に大島の人は逃げることはできない状況なんですよ。でしかもこれも語られましたけども
方は雪とか凍結って問題があります。で、まあ海に面してるから雪っていうのは割に少ないんですけど、それでも1年に何回かは雪のために事故止めになるという状況です。仮に事故が原発事故が起こったとき、この施設に起こった場合どうなるのか通れないわけです。しかも一本の道だから、それなくても避難という場合渋滞します。で、最低でもどうも時間計算されているんですけれども、8時間とか長いところは27時間とか言われています。しかし放射能が増えた場合、一刻を争う問題なんですよ。その間にどんどん深くしていく。で、高浜なんかにも老人施設があります。で、基本は車で避難するという、バス、車で避難するというふうになっています。しかし、老人施設なんかどうするのか、何の計画もないわけですよ。上等局なんかは、当局なんかは、それを老人施設の側に計画を立ててくださいと。いうふうに言う始末なんです。で、一応ヘリコプターを使うとかいうことは言われています。しかし井戸川さんが言いました。ヘリコプターは最悪だよと。ヘリコプターで逃げるなと思ったらとんでもない間違いであるというふうに言いました。それは考えておかないわけですよ。ヘリコプターに詰める人間は限られています。で、ヘリコプターが着陸できる、ないしオバジングできるところが絶対必要なわけで、そこに、なかなか2、3人乗っていく場合ならば、長時間放置されて、待った間も放置されるという状況になります。即被爆です。で、こういうことを考えたらね、避難などは絶対できないということが明らかなんですよ。で、再稼働のためには避難計画ということが一つの条件に言われていますということか言えば、若狭の原発を動かすことは絶対できないわけです。で、若狭というのは中野原発、盆中で、宮山原発で、大井原発、高浜原発が、いわゆる原発近隣として飛び出たわけですよ。で、一箇所も爆発するってことはどういうことかというと、全体、爆発全体が住めなくなるというか、避難しなきゃないわけです。一箇所だけ飛ぶことは絶対ありません。一箇所爆発するときは、同時に全ての原発がアウトだという状況なんです。動いてるようと動いてないと一緒ですよね。動いてなくても、そこには、核燃料があり、使用済みの油断があるわけです。ましては、放置があります。で、高浜はボックスです。こういうことを考えたらね、若さで避難ということを考えることは到底できない。避難なんてできないわけです。井戸川さんも、あの若さの現実を見て、福島よりも条件悪い、行けることは絶対できない、というふうに語りました。まだ福祉の場合は、福祉が何本かあり、高速道路も部分的にありますで、
南北、逆です、南北のところにも、南北海に、山形や秋田の方に抜ける道も、南北海の、そういう状況です。したがって、そういうことから言ったらね、大井とか高間を動かすというのは到底できないわけです。避難できないから、避難計画にを作ったって言ってね、このことが条件だったわけです。で、現地に作っても、それが避難できれば、できなければ、何の意味もないわけです。むしろ害悪なんですよ。いうことですね。したがって、大井高間を動かすのは絶対譲らない。で、関西電力は、震源を一応規制委員会の定義する100キロメーター、震源を6キロメーターですか、の深さをするということで認めたようです。それとなって、高間大井は耐震工事が必要だということで、先ほどだったら再稼働が若干伸びたように言われています。しかし関西電力は高浜大井の動かすことを絶対に諦めていないし、動かそうとしています。そういう意味で関西電力に対するの再稼働の策動法に対してこの大阪の地で大きな運動を巻き起こすか絶対必要なんです。で、若狭では新たな運動が起こっています。で、2月15日の福島会待ったりたいことの DVD の上映会にありまして、若狭が一つの新たな運動が化け起こりつつあります。再稼働を取るためには現地の戦いと大阪関西における関西電力に対する再稼働をしない、再稼働をするなという大きな戦いが絶対必要なんです。それが結構現地における戦いと関西における、いわゆる消費地元における戦いが結合したときに、再稼働を止めることができると思います。関西電力に対して、とことん抗議し、圧力をかけ、再稼働をするなと。もし再稼働をするならば、再稼働に手を染めるならば、大井の再稼働に対して、オキパイ大井が戦えたように、この関電をオキパイするような戦いを絶対実現しなきゃならないと思います。共に頑張りましょう。大井さん、ありがとうございました。大変わかりやすいお話、とても参考になりました。関西電力さん、私たちは事故があっても、避難できないということがよくわかりました。避難できないんですね。結局は捨てられるんですね。そんなことを隠していかにも避難計画があるとか安全な原発があるとか、もういい加減嘘はやめませんか。消費者としての責任は再稼働させないということ、再稼働しないでくださいということ、こういうことを私たちは根気強く諦めないで言い続けるしかないんです。嫌がらせにここに来てるんではないんです。一人一人が消費者の意識を持って暮らし方を変えながら、どうしたらエネルギーの消費を少しでも私たちが減らすことができるか、責任です。次の世代に対しても責任です。で、難しいことは言いません。
一番簡単なことです。安全な原発がないということをもっと町の人にも消費者一人一人にも私たちは知らせなければいけない。関西電力はその責任があるんですよ。安全な原発がどこかにあるかのような幻想をもうやめてください。原子力の平和利用なんてそんな嘘っぱちまだまだ続けるんですか。やめてくださいね。それは今良識ある一人一人の行動にかかっています。関西電力が今までのように権力者として私たちに君臨することはもうできないです。関西電力の皆さん、安全な原発はないという基本をもっと私たちに知らせてください。電気料金を上げて何か解決するかのようなそんな嘘はもうやめてください。今日これからこの関西電力の前で基本的なチラシを配っていきます。そのチラシの中身についてもお話を聞いてみましょう。どうせ私たちのことは皆さん中でしっかりとご覧になっておられると思いますので、しっかり耳をほじくって聞いてくださいね。皆さんこんにちは。だいぶ日が長くなってきたので、この時間でも明るくしてチラシも見ていただけると思います。昨日のニュースで3年連続赤字の関電っていうのが出てました。で、6月26日の総会で、電気代再値上げ、それから、資金繰り等について、討論されるんではないかと、検討されるんではないかというような記事でした。で、この関電が3年連続赤字っていうのは、元を正せば関電が電力会社の中でも一番原発に依存してるからなんだっていうことは、もう前から報道されたり指摘されたりしています。そういうことを隠してまたまた電気代値上げっていうのは私たちは許すことはできません。そもそも私たちは原発に反対なんですし、原発の料金も含めた電気代っていうものはとても容認できるものではありません。税金のようにして取られていく電気代、この電気代の再値上げなど認めることはできません。原発はすぐに廃炉にしてほしい、これが私たちの主張です。そしてきちんとそういう対策を取った上で取ってやっていってほしいというふうに思います。で、原発を仕方ないんじゃないかと受け止める人の中には、まあ安全対策をやれば原発もいけるんじゃないかっていうような人がいます。だけど安全な原発というものはありません。それで今日そういう原発を実際に作った菊池陽一さんの本の中から一部抜粋して載せています。建設時から危うい原発という込み出しで書いていますので、ちょっと読んでみます。実際に原発建設に携わった菊池陽一さんは、著書を原発を作った私が原発に反対する理由の中で、原子炉圧力容器の底はざる、原子炉の配管はほとんど宙吊り、配管の化けである、地震がなくても配管の指示は危ういというふうに書いておられます。で、その中でどう書いておられるかというと、もちろんモビールのように常にフラフラしているわけではなく、防振器、揺れるのを防ぐ器具ですね、やハンガーなどを大量に使って指示装置としているわけですが、基本的にはぶら下がっているものをあちこちに留め付けてあるだけの構造になっています。地震がなくても原子炉は核分裂が始まれば大きな熱を発生し、熱膨張して縦に伸びます。110万キロワット級のケースで約18ミリ伸びるという
風に書いておられます。もうこれには私もびっくりしました。で、配管が出ている原子炉そのものが熱で伸びてしまうために、配管を 床に固定することができないのです。原子炉から出ている配管を原子炉外の床に固定して運転してしまえば、原子炉から出ているノズル部分には大きな力が加わり破断する恐れがあります。これは皆さんのこういうふうに書いて書かれたところを想像してみれば容易に想像できると思います。その辺がずれて、あの配管が遮断される恐れ、破断される恐れっていうものがあるっていうのは分かると思います。で、そもそも建設時、支持装置を構成するハンガーや防振機の取り付け位置のもとになる計算方法、取り付け箇所の変更指示、移動距離が制限内かどうかといったことの全てを正しく知っている人はほとんどいないはずです。しかも位置計算、取り付ける部材の設計、製造、機能テスト、施工、それらを行うのは全て別の人間、複数の会社です。全てを把握し、メンテナンス状況まで知っている人はおそらく皆無でしょう、というふうにこの本に書かれています。原発を建設するにはたくさん の会社が滞在し、そして私別の本でも読んだんですけれども、配管の直径ですね、それも会社によってもうごく微妙な差があるということです。それを無理接続するので、使ってるうちにはそこから破断する、破裂するというようなことが起こるそうです。実際に配管でのそういう事故っていうものは、まあ、数えきれないぐらい起きているというふうに他の本でも読みました。ですので、こういうしょっちゅう放射の漏れを起こす、放射線が漏れる原発というものを、私たちはどんなに他 の火力とか水力で、もし電気代が上がってもお金には変えられないわけですから、命とお金どっちが大事って言われたら命なわけですから、もう原発はやめないといけない。関西電力に原発はやめろと、もっとたくさんの人が言っていただきたいっていうふうに思います。そういう気持ちで、今日のチラシを作っています。どうぞ皆さん、ご通行中の皆さんも今日のチラシを受け取って読んでみてください。そして原発がいかにずさんな体制の下で作られているか、補修がされているかということを分かっていただきたいなと思います。私もそんなに別にプロでないですから、何冊か本を読んで言ってるわけなんですけれども、それだけでも大変なことだっていうふうに思います。安全な原発はありませんということを訴えて終わりたいと思います。ありがとうございます。関西電力の皆様、難しいことは言いません。安全な原発がないというこの基本的なことをもっともっとたくさんの人に知らせてください。津波が来たから事故が起きたなんて嘘ですよ。地震で揺れただけでも、先ほどのお話にあったように宙吊りであったり、非常に高い温度になった原子炉の中には破断が起きるようなことが起きていたんではないでしょうか。隠して隠して隠し抜いて隠しきれなくなって、あの事故です。あれから3年と2ヶ月が来ます。たくさんの人が打ち捨てられたままになっているこの現状を日本人は忘れたのでしょうか。私もこの頃とっても忘れやすくなったんです。もうどうしようかと思うぐらい忘れやすい。浅田先生ありがとうございました。お気をつけて。忘れやすくなったんですが、忘れてはならないことがあります。それは原発の
この事故は何にも収束していない。何一つ原因もこれからの方向も見つかっていないというこの現実を忘れたくないです。他のことは忘れても、この原発事故だけは何の収束もなく、未来を奪うことがさらにさらに進んでいこうとしているのに、関西電力の皆様、なかったかのような顔をして再稼働なんて、ちょっとずうずうしいどころか無責任ですよ。皆様に倫理観はありますか？せめて人の役に立っている関西電力と思うんだったら、人の役に立っていない仕事はやめていただきたいと思っております。町の人の声をもっと聞いてください。じゃあ次の方はどなたでしょうか？なんか風が出てきたら、なんか爽やかな感じの、まあまあ、でもまあ、裸だから寒いですけど、こういうぐらいの服を着てたら、まあ、いい感じですね。ものすごい勢いで、その、関西電力本店の前をぐるぐる回って暑くなっちゃうと思う。皆さんこんにちは。今日先ほども報告があったみたいなんですけれども、2時から大井原発の3、4号機運転差し止め訴訟の仮処分の裁判がありまして、その、判決が、出ました。それで私もずっと出てたわけじゃないので、今日行って判決を聞いたっていうような参加の仕方なんですけれども、不当判決です。一言で言えば3、4号機の運転差し止め、ずっと裁判で訴えてきましたんですが、関連は関西電力はそれについては何の答弁もせずに行うこの裁判が過ぎていったそうです。それで今日仮処分の、申請を却下するという判決が出ました。で原告団はこれに抗議して、またもっともっと再稼働阻止に向けてさまざまな戦いを繰り広げていく以降っていうことが呼びかけられました。また詳しい報告があると思うんですけれども、ちょっととりあえず今日行ってきたものですから、やっちゃいますよ。これは報告いたしました。若さネットの方が頼られてる。それから、今月の5月21日に福井で同じく大井原発の3、4号機運転差し止め訴訟がの判決が、出ようとしております。それについても関西電力は提出するといった書類についても一切提出することなく、裁判を無視するという形で進められていると聞いております。と多くの人がこの裁判に注目して再稼働阻止に向けて、原発の廃炉に向けてさまざまな司法の国との癒着とかも許さずに戦っていくことが呼びかけられております。どうぞこの判決にも注目して私たちも戦っていきたいと思います。
と。今度の5月21日に向けて、原告の代表の中島哲前さんが、呼びかけておられますので、今日さっき黄色いチラシに黄色いチラシで配りましたんですが、それをちょっと読み上げさせてもらいたいと思います。来たる5月21日水曜午後3時に福井地裁にて大井原発3・4号機運転差し止め訴訟の審判が下されます。これまでの原発裁判は原発推進の国策に追随した判決が続いてきました。しかし東日本原発震災で原発安全神話は崩れ去りました。それを受け2012年に最高裁司法研究所は原発訴訟研究会を開き、これまでの訴訟のあり方について問題を提起し、裁判所が安全性の審査により踏み込む必要性を論じたといいます。今回の判決は裁判所が国民の安全を守る公平な視点を持って司法の役割を果たすかが注目されています。本訴訟は2012年11月30日に定訴、2013年2月に第1回口頭弁論が開かれ、今年2014年3月27日の結審までの14ヶ月間で8回の口頭弁論が開かれました。異例の早い裁判の流れの中、弁護団は全国弁護団とも連携を組み、大井原発再稼働の危険性を余すことなく裁判で展開してきました。また原告からはこれまでの司法の在り方を問う机上の避難計画の無策、原発立地住民の苦悩、福島からの避難者の実情を伝えるなど、あらゆる視点から原発を止めたい強い思いを毎回陳述してきました。私たち原告は福井地裁の裁判長が良識ある英断を下すことを信じたいと思います。原発銀座福井の地で運転差し止め判決を勝ち取ることができれば、 3.11 以降に各地で起こされている原発裁判にも波及します。原発を推進しようとする政府に歯止めをかけることができます。5月21日の判決の場にぜひご参集ください。福井県民だけでなく県外の方々もぜひ来てください。福井地裁の前を人の波で埋め尽くし、いかに私たち国民が脱原発を望んでいるかを知らしめましょう。司法がどれだけ責任を果たすかを見定めましょう。日本の行く末を決める判決を直に聞きに行きましょう。このように原告団から呼びかけられております。ぜひこの呼びかけに応えて福井の公判に参加できる人は行っていただきたい。私たちも行きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。この間裁判所がどれほど不当な判決を下しているか私たちは体で感じております。大勢の人が原発はいらないという声を一切無視するのが日本の権力者であり裁判所です。福井の裁判所に何見てんだって話です。中は傍聴されてたかな、ちょっとよくわかる。ですね、こんにちは。今現在鹿児島のですね、薩摩川内に仙台原発が全国の先陣を切って、再稼働するようなことが報道されていますけれども、報道によれば規制委員会は7月に
新規定基準の適合検査を終えて、合格を出すというふうに言われています。で、この審査終了した後ですね、鹿児島県とそれからいわゆる立地地元、これは薩摩川内なんですけども、それが薩摩川内市の南に隣接している一木串木野市というのがありまして、その薩摩川内と一木串木野市の2つが、まあ、事実上の原発の一番近いエリアになるわけですね。で、実は半径30キロ圏で線を引きますと9つの市町があるんですけども、この2つ以外では説明が開かないと。つまり規制委員会の審査終了した後、その審査内容についての説明会はあくまで、三十九県内のうちでは薩摩川内市と一木串木野市だけで2市で合計3回、開くというふうに県は言っています。で、他の7市町が7つの市と町がぜひうちのところでもやるべきだというふうに言っていますけど、鹿児島県はそれを拒否しているという状態です。ですのでこのままいきますと7月に規制委員会が審査終了を発表して、その後2つの市で、説明会を合計3回やるという形になります。で、問題はこれと並行してですね、ちょうど鹿児島県議会が6月13日に、開会します。で、7月4日までやるんですけども、実質的には7月1日に開かれる県議会の特別委員会で、再稼働を認めるということを策動しています。ですので機械的に言えばこの7月1日の特別委員会の決定を待たずして、この5月6月過程で大きなうねりを地元だけじゃなくて全国で作っていくということが問われていると思います。で、問題はこの7月1日の県議会の特別委員会で、実質的なゴーサインに出して7月4日の県議会最終日の本会議はそれを推認する三々議会になってですね。で、これを経て、地元同意になるのか知事同意になるのか分かりませんけども、これはまあケースバイケースで、例えば大井の場合で言いますと、大井の再稼働の時は結局市が福井県議会が決めるんじゃなくて、地元の大井町の町議会の議員が集まって全員協議会というのを開いてそこでもって、受け入れを決めてるわけですよね。ですので、この鹿児島県や薩摩川内市がどういう形になって、いわゆる地元同意を表明するのかということはちょっと流動的というか未定なんですけども、例えば 7.1 に開かれる県議会の特別委員会、ここで決める前の過程が非常に重要なプロセスになるというふうに思います。で、現地では当然大きな戦いが何回か組まれると思うんですけども、で、そこにまあ全国からいろんな方が集まるということがあると思うんですが、関西規模ではですね、今のところ決まっているのは6月21日の土曜日に呉大阪東、これは今日の選手ですね、呉大阪東で午後1時40分から、この仙台原発の再稼働阻止の集会が開かれます。これデモはなくて屋内集会だけなんですけども、地元の仙台原発の状況について反原発鹿児島ネットの代表の向原さんをお招きしております。それからついこの間まで、トップを切って再稼働すると言われていた日方原発からは原発対応の職人と枠の大野京子さんがいらっしゃいました。それから、若狭湾からは長島哲然さん、石島沙夫さんをお招きして、これ4人の方々から仙台の状況、伊方の状況、それから大井と高浜について語っていただくという催しが6月21日に予定されています。関西でもこの 7.1 の鹿児島県議会の特別委員会に向かって絶対にこれを認めないという大きな戦いを作っていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、背景は大変広いです。今日もいつもここで歌を歌ってくださる方が4
夜四国の伊方の方に行かれるそうです。また皆さんその方のお話もあるかと思います。ワンコインでも半端をしていただけたらなと思います。大阪に帰ってこられたり伊方にまたでそこで奥さんまでは行かなくても四国電力の動きを感じられるという活動に参加します。あ、どうもこんにちは。どうもどうも。先日四国電力の周りでも今日も金曜日の反原発の活動が続いているようです。人数はここよりも少ないかも分かりませんが、全国各地で原発はいらないという活動、原発は危険だという活動が続いていることを私たちも少しずつ心を強くして語り合っていきたいなと思っています。どなたでもお話をお願いいたします。なんだこれ、なんか出ました。大阪市アイランドというのは周りの自然ホールですね。これはね、ご存知のように神戸市というのは昔ね、あの神戸株式会社と言われてですね、タコ物ばっかり作ってたんですよ。そこの残存物でね、年にですね、何回かね、あのプロレスがね、工業があるとかね、歌謡ショーがあるとかね、そんな近道からいホールなんですよ。そこをね、関連者が借り切ってですね、株主総会やるっていうことですね。でね、本当にね、これ関連者逃げてるんですよ。もうまともにね、大阪ではね、株主総会できないからね、神戸に逃げちゃったんですよ。それもね、だけど八木さんは全然反省もしてないし、恥ずかしいとも思ってない。それは、ね、非常にね、間違いなんで、ぜひね、八木さんで、それとね、もう一つね、宮城が書いてないんですけど、実はですね、この日、我がね、大阪市のね、橋本徹市長さんがですね、株主総会に出るそうです。でですね、私はそれを聞いてびっくりしたのはね、やっぱりね、今、我が業界ではね、本当にどうしようもないね、八木誠さんとね、首長の中で一番どうしようもないね、橋本徹さんがね、株主総会でですね、掛け合い漫才でもするんじゃないかと思ってるんですよ。それをね、皆さんもしね、株主総会でやる方はね、その掛け合い漫才をね、楽しみにしてください。それぐらいね、くだらないね、株主総会になると思いますんでね、ぜひですね、皆さんね、行ってください。そしてね、週刊の株主総会の前にね、集まってですね、抗議していきましょう。本当にね、今みたいに関西電力さんにね、全てを任せると、とんでもないことになります。また大阪市もね、橋本市長さんにね、支援を任せるとね、とんでもないことになりますんでね、やっぱりね、そこでいい機会だと思うんですよ。神戸でですね、メドレーランドなんか形を作ってないけどもね、やっぱりね、ぜひね、神戸は行くわけだからね、二人ともね、日空機で、ね、橋本徹とね、八木のことをね、本当にね、ばっさりやっちゃいましょう。以上です。お願いします。元気のいい声を皆さん聞かれましたか。関西電力前をご通行中の皆様、私たちは今日も原発はいらない、再稼働をやめてくださいという訴えをこの場所でしています。皆様の暮らしの中で原発が危険であるということをどのように感じておられますか。今日の晩御飯は何でしょうか。お魚が食べられますか。酢の物も食べられますか。海藻を入れたり、貝を入れたり、海の底の方を泳いでるカレーなんか食べられますか。煮付けは美味しいと思います。唐揚げも美味しいと思います。ところが日本の近海の周りの魚はもうたっぷりと放射能を含んでいます。美味しい晩ご飯も放射能てこ盛りになっていますが、皆様はそのことをどのようにお感じになっていられるでしょうか。この日
広場ではどうかご自由にお話しください。私たちの暮らしを誰が守るのか、私たちの暮らしをどのようにするのか、もうすでに一人一人の責任になっております。関西電力さんは君臨されております。関西を壊す、日本を壊す、橋本市長は大阪を壊す、大いに壊そう、民営化しよう、公立の学校も公立の水道局も全部壊して民営化しよう。一体どんな大阪ができるんでしょうか。どんなに破壊を進めるんでしょうか。権力を持って自由自在にやってもらっては困ります。私たちが安心安全な町は遥か遠くの方に行きつつあります。どうか皆様お一人お一人ご自分の意見をお話しくださいませ。お願いいたします。電波、ナイス電波ですね。ナイス電波。あれ、ちょっと待ってね。ちょっと混乱しました。これじゃないな。よし。
っしゃ、今日続いて発言される方はいらっしゃいませんか。あれ、どなたか発言される方いらっしゃいませんか。遠慮しないで出てきてください。何でもいいんやから。すみません、ちょっとしゃべります。ちょっとすまったものです。先ほどですね、お話がありましたけど、大井原発、3号機4号機の差し止め裁判のあれは何だったって、
後からその間違った次はやこういう間違わない仕事というような意味でお話ししてみます。で、私が今思っていることは経産省と福島という関係でいうと電源喪失ということが何を意味するかなんです。で、昔ながらの建設省と大蔵省が天下を取っていたじゃないですか。例えば大蔵省がいわば保守本流の自民党、そこに、まあ、いわば、下克上のように現れたのが建設省で、ここで田中角栄という人がのし上がってきたわけです。ところがその後経産省がいわば時代の潮流を作る、これはコンピューター革命です。で、電源喪失ということの危機というのは何を意味するかというと、コンピューターのシステムが全部動かなくなったときに、そのシステムでいわばコントロールされているそういうシステムはどうなるかということで、行くところまで行ったと。で、1、2、3、4の爆発の仕方はそれぞれ違う。で、これはスタンプ草で勉強してきて、いろんな支持者の方から聞きましたけれども、いや、まあ、シビアアクシデントがこの 4つのパターンで起きているという例は世界史上ない。で、その一つ一つの検証というものを、まあ、世界のその核物理学者、もしくは原発業者は、鵜の目鷹の目で知りたい。要するにサイエンスフィクションなんかの世界ではニュークレアウィンターっていういわば核戦争下で人間はどう生きられるのかというようなストーリーが少年漫画の世界でもありましたよね。その核戦争下でたった何人かしかも生き残っていない、その人たちがどう生きるか、そういうようなストーリーというのはすでに少年漫画の世界でも少女漫画の世界でも多分あると思います。で、これはまともにですね、国家がそういうニュークレアウィンター核戦争下における人間は生きられるのか生きられないかということをですね、いわば真面目に取り組んでいるわけなんですけども、それがなんと福島でですね、完璧ないわばこれ以上ないいわばそのモデルというものができてしまったわけです。で、広島長崎ということも、本当に熊はもう人間やめないとこういうことは言えないんです。いいですか。広島長崎というのは戦争を終結するためではなかったのです。2つの原子爆弾、プルトニウム系が長崎、ウラン系が広島、この2つの原爆を実際に使ったらどうなるかという実験をアメリカはしたかったのです。戦争はとっくに終わっているんです。 B29 のこの超大型爆撃機で日本は総なめに爆撃されて、これ以上抵抗することはできない状態になっていました。にもかかわらずもう参ったと言いたいけれども言わせない、まだ待ってくれと、もうちょっとやりたいことがあるんだと、もう半死半生ですから旧日本帝国ですが、もう参ったと言いたいんですが言わせない、もう少しやらせてくれ。この非人道性、広島長崎は戦争を終結するためというのは真っ赤な偽りです。ウランとプルトニウムの核爆弾の人体実験場として広島長崎が選ばれたという最も非人道的な事態です。にもかかわらずアメリカに勝てない。僕は突然右翼みたいな話をしますが、アメリカに勝てなくて日本の独立はありますか。ところが天皇陛下がアメリカに助けていただいたという恩をアメリカに感じて毎朝サンドイッチを欠かさないそうです。天皇陛下を激しく右翼っていうのはあるのかないのか分かりませんが、死
親米であることが戦後の日本の右翼のいわば天皇制というものを大切にする右翼にとっては不可視的に親米なんです。なぜか米軍が天皇を助けたからです。太平洋戦争の三大戦争責任者、まあ負けたからですけど戦犯と言われたのは、まあイタリアのムソリーニとヒトラーとそして天皇ヒロヒトです。で僕はあまり天皇にお世話になったことがないのであえてこう冷たい言い方をしますけども、まあ一応天皇家の方からですね、あの園遊会に招かれたりしたらちょっと変わるかもしれません。全く天皇家からお世話になっていません。でむしろ逆にあの迷惑だなと思ってますので、このことをはっきり言います。戦後の戦争責任者として、三大戦犯というのはムソリーニとヒトラーと天皇ヒロヒトです。ところがこの天皇ヒロヒトという人はなんと寿命を全ういたしました。でこの寿命を全うしたということの意味なんですけども、いわば戦争責任というものを取れないようにして生き延びていますので、これは武士道から言えば屈辱です。武士というのは責任を取るときは腹を切れるんです。だから武士でない人が腹を切ったりしたら、それは武士が怒るんですね。それは俺たちのしかできないことなんだと。責任の取り方っていうのは武士はこうやるんだというのが三島がやったことです。ですから三島は天皇を超えたんですね。いわば責任を取るということはこういうことだということを三島はやりだした。でこういう話は僕はあのお前は右翼うるせえなんて思うかもしれませんけども、一応責任の取り方ということで、あのこういう取り方がありますよということを現実に示した。戦後の珍しい人ですね。自分のやったことの責任をこのようにしてはっきり示すということはやっぱり右左関係なくすごいことだと思います。まあそれはそれとして、日本の国民の象徴たる天皇が責任を取れないんだ。普通一般社会の中でこういったことは詳しく分かりませんけども、戦争が責任を取れないという場合は子供であるか、僕のようなアルコール中毒者です。このアルコール中毒者が何かやっても相当責任は薄くなるっていう、そういうつもりで飲んでるわけじゃないんですけども、病気ですね。でも要するに障害のある場合は責任は取れません。それから子供である場合はまだ責任能力がありません。ところが日本の国民の象徴であるところの天皇は第二次世界大戦の戦争責任というものを取れないようにして、日本国憲法の中で憲法の半分くらいですね、第1条から憲法条項というのがガンガンあります。こういう極めて特殊なあの憲法の中で我々は言っています。でいわば、日本共産党は戦後ですね、天皇を解放しろという、まあ、素晴らしいことを言いましたね。天皇を人間にしろと、はいはい分かりました、共産党がそう言うし、私は人間になりますね、その時に天皇は、外人記者をと日本人記者の中に現れて、私は今日から人間天皇ですと言いました。で、陛下、まあまだ陛下って使うんですね、人間でもね。で陛下、戦争責任に関してはどういうふうにお思いになりますかと記者から質問が来ました。その時天皇ヒロヒトはどのように答えたか、私は本来生物学を愛好している科学的なことが大好きな人間です。責任などという文学的な綾のことに関しては、もう一回言いますよ、文学的な綾のことに、文学的言葉の綾に関しては全く関心がございません。あのそこで今一瞬世界が凍るというか、天皇陛下万歳と言わない人は
刑務所に入れられるか殺されるか、戦争で一番危ないところに連れて行かれたんです。天皇陛下万歳、朝鮮の方に天皇陛下万歳って言ってごらん。天皇陛下パサイってこう言った時に、お前は朝鮮人だな、こうなるわけですね。天皇陛下万歳という言葉がいかに凄まじかったか、そのご当人がですね、戦争責任になるという文学的な綾のことに関しては、私は生物学愛好者でございますから関心がございません。これは何を意味するんですか。要するに科学立国ということを天皇は宣言したんです。そして戦前の戦争責任はなんちゃって、天皇が万歳なんちゃって、僕は人間ですもんってこうなったんですね。じゃあその戦前の人たちは、どういうつもりでどうなってしまったのか。でこれをいわば三島由紀夫はなどて、スメロギは敷いたまいそという言葉を残しています。でこれは能ということで、三島文学者ですから能という形式を借りて、などてスメロギは敷いたまいそ、要するに人間天皇なんてのは天皇じゃないんですよと、あの天皇はどこへ行ったのかという問いを問い続けて、ああいうことになったんですね。まあ一応そういう日本人もいたということで、まあ、別の日本人も大量にいたんですけども、まあ言えばその、一つの責任という問題に関しては、一応日本の伝統にのっとって、侍のように責任を取るということをした人がいました。でこういう問題が点々っていきまして、あの責任という問題をこの東京電力、それから安倍政治政権、民主党政権、そういう問題に関してどういう責任がどのように取るのかというときに見事に奔走しています。逃げていますね。で責任を取りません。要するに責任を取ったら天皇に失礼だって、こう変な理屈やるわけですね。この国は責任を取ったら為政者にはなれない、まあ、それぐらいにひどい国なんです。これどうしましょう皆さん。もうここにいる方は今、100人ぐらいいますが、ほとんど毎週金曜日に行ってらっしゃる、今こうマスコミ向けに発言してますけども、100人ぐらい来ておりますが、毎週ですね、もう大体同じお顔です。で熊がこういう大胆な発言をするのはあの初めてです。いつも歌謡曲しか歌えない、あのバカ熊っていうのが私の売りだったんですけども、今日は思い切って、やってみましたであのこれを言って明日からどうなるか分かりませんけど、まあ大したことはまあないと思います。いずれあの戦争責任と責任という戦後責任という問題に関して、見事に日本の為政者、それからあのさっき裁判の問題を言っていて、僕はあの今お世話になっている方々、先輩たちから教えてもらっていますが、なんとその戦前と戦後、民主主義の時代が来たにもかかわらず、天皇陛下万歳と言えという法律体制を支えてきた司法官僚、裁判長から刑事、検察、それが全部生き残ってる。なんかそうです。ちょっとびっくりしましたね。要するにアイヒマンとか、今あのドイツっていうのは、あの二度とヒトラー万歳だっていうやつとか、ハーケンクルーさんがかざすやつは、もう刑事犯罪、犯罪者ですね、すぐ捕まっちゃうんです。ところが日本では、全部スルーしちゃってるわけですよね。で、それほど自分のしたことが分かっていない。で、最近ちょっと僕も、長くなってすみません。Facebook で書きました。僕らの青春の頃、ドストエフスキーという人が圧倒的に人気でした。で、そのドストエフスキーの書いたラスコーリーコフという主人公の小説、罪と罰。
で、これが、金貸しのおばあさんにお金を借りて、そのおばあさんを殺して、殺すのを目撃されたイザベーガという、妹さんも殺します。ところが彼は、俺のどこが悪いの？俺のどこが悪いんだ？ということを言い続けます。というか、態度で示し続けます。そして、それはあんた間違ってるよっていうのは、かわいそうなキリスト教徒の、ソムニアという人です。こういうささやかな情報があるんですね。で、ところが、いろいろ考えてみますと、要するにラスコール以降は分裂病だと。で、自分がしたことをうまく反省できない。まあ、言えば、一体感がないですね。過去の自分と今の自分とが切れてるわけです。まあ、切れ切れてる。まあ、そういうことなんですけども、ところが、ナチスも、日本、も、戦争責任を取らない、取らないということでやってまいりまして、じゃあどうすりゃいいの？死の者のやつは喧嘩で勝ちゃいいんだというのが、ナチス政権で、最大の、技術と軍隊を組織して、もう戦争責任なんか取ったら国が潰れるんだから、勝つしかない。戦争しかない。っていうのが僕はナチス政権だと思って結構来るところまで来ちゃった。要するに、米軍が出てくるまで世界最新鋭 の、 武器を持ったジェット機みたいなもので、スペイン戦争でいわば勝したんですね。カタロニア参加の前のスペイン市民戦争の、ピカソが書いたゲルニカ爆撃っていうのは、あれはドイツが最新鋭のジェット機を持って攻撃したぞと、これ以上の武器を持っている国はあるのかという博覧会をやったんですね。で、その犠牲になったのはゲルニカの市民、一般市民。要するに戦争の武器を世界に誇示するために、いわば一般の市民を実験場として使ったのは、まあ、僕はその、この、ドイツ軍、ナチス軍のスペイン市民戦争におけるゲルニカ攻撃だと思っていましたが、最近やっぱり先輩に教えてもらいまして、旧日本軍の重慶爆撃はもうやっていますよ。要するに戦争法というのは軍人、もしくは軍事基地以外に攻撃してはいけないはずなんです。一般市民は銃を捨てたりして、もう僕戦争やめたもんねってこうやってあげて、もう戦争しませんって言ったら、捕虜にしなきゃいけない。この人殺しちゃいけないって、もう兵隊辞めたんだから。とは兵隊同士とやり合っているわけですよ。で、そういう国際法が一応あった。にもかかわらず、その前提が全て崩されたのが、そのゲルニカ攻撃であり、日本軍の重慶爆撃ということです。ですから、今戦争はいけないというのは、してもいい戦争が、あるわけです。抵抗戦争ってのはしてもいいんですよ。ところが戦争の形がもう全く一般市民を巻き込む、全く残虐な戦争しかやってないので、もうこれは戦争やめようというのが日本国憲法9条です。はい。で、まあ、そこまで来ていろいろ日本人も経験したのですから、これ以上憲法9条に従って下手な戦争はやめましょう。そのことが日本というものの未来を支えてきたんですが、こちらにいらっしゃいます伝統ある三菱商事、これは世界に日本の武器、日本の武器技術をですね、世界に売り込んでおります。三菱の原発、東芝の原発、それから、もう一つありましたね、どっかの原発で、そういう、まあ、僕は三菱がやっぱり最大の勝者だと思いますけども、これは軍事製品をですね、世界に売り込んでいるという、それは安倍さんはああ見えても総理大臣ですが、三菱商事の電磁灯ですね、あれは宣伝省です。ですから三菱商事の宣伝省として安倍首相がいるだけです。ですから大阪の責任は重いです。要するに旧財閥というものはですね、未だにですね、そういう世界にですね、戦争を仕掛け、戦争で使う武器を売り込み、そして弱い人たちを破滅させているということをまだ懲りずにやって、ドイツのようにすいませんでしたと、もう二度といたしませんということで、人
ドラーなんて政権みたいなものは絶対やめますというふうに言っている国が今世界にあって、やっとイスラエルと国交を復活させると、国際社会に出ると。ところが日本はなんとまだ日の丸を掲げっぱなしでございます。要するにこの日の丸を掲げているということの意味は、喧嘩で勝ちゃいいんだと、これしかありません。じゃあ勝てるんですか。50何基の原発を日本列島の周りに置いておいて喧嘩に勝てるんですか。もう一つ原発が爆発すればこの国は破滅します。関連さん、再稼働はやめてください。長くなりました、すいません。熊さん、ありがとうございました。とってもわかりやすい話でした。なぜ広島の原爆と長崎の原爆が違うのか、戦争を終わらせるために原爆を落としたという嘘、私たちはまんまと嘘に騙されてたような気がします。熊さんは今晩伊方の方に行かれるそうです。皆様、お心だけでもあのカンパバカの方によろしくお願いいたします。先ほど、こちらにおられた女性の方が言われました。原発だけやってたらダメ、今の日本見てごらんよ、原発もあれば水道も壊して水道も壊して日本を壊す方向にものすごい言ってるやないの、あんたもっとしっかりしなさいよと言われて励まされたんです。で、彼女はカンパチも壊れたし、それからクマさんが行かれるって言ったら、
ということは、2ヶ月間で50ミリに、被爆線量が上がるということを前提にした募集になっています。でさらに驚くべきことに、2ヶ月後に50ミリシーベルトまで被爆線量が上がってなかったら、もう少し今度は除染の方に手配しますよというふうな内容になっています。結局のところ50ミリがうんぬんという基準自身が私はおかしいと思っております。実際今年ある、ご存知のように神戸での被爆労働の労災認定問題をめぐって27あるいは26という数値で労災が認定されています。ですから50ミリというのは危険資料というふうに考えても間違いのない範囲だと思います。で、この内容を細かく見ていきますと、いわゆるここに書いてありますように高線量地域ということですので、原子炉建屋内のいわゆる原子炉容器周辺、その辺が大体想定されます。そして、2ヶ月ということでこの金額ですけれども、この金額で自分の人生といいますか命を売り飛ばしてしまう、もしくはこの金額で使えてしまう、月給が日給が2万4000円となってます。でも2万4000円は基本的に大きな嘘の数字です。まず2万円にバッテンをつけて2万4000円に上げていますけれども、そもそも今年の2月に東京電力は東京電力で働く作業員の日当単価を1万円上げるようにというふうにゼネコンに指示しています。同時に今年の3月にいわゆる日本の建設業界は人手不足を理由に労務単価を 15% 上げるようにというふうな指示を出しています。それら危険手当を引くと1万4000円になってしまうわけですね。で1万4000円から宿題等々を引いていくわけです。なんてことはないわけですね。とことん使い捨てにして、そして原子炉容器周辺の再線量地域の作業に従事させて、その後除染作業でまた被爆させていく。この問題の根底には近年のいわゆる派遣労働が持っていた負の側面を全部使って原発の収束事故に派遣労働者を当たらせていくという、そうした考えが根底にあるというふうに考えています。なんぼでもこれは人を使っているわけではなくて派遣ですから、なんぼの納品という形で処理されて、そして線量が高くなりすぎたら今度は返品という形で解雇されてしまうわけです。これが今行われている福島での事故収束環境、労働環境の全てではないかと思います。どう読んでも詳しくは何にも書かれていません。なぜ2ヶ月なのかという理由説明もありません。で、どれだけの被爆線量があるのかということをどのように計測していくのかということも書かれていません。安全教育、安全衛生についての知識をどういうふうに働く人たちに提供するかも書かれていません。ともかくエントリーしたらこれだけの給料がもらえますよと言わんばかりに書いてあります。でも考えてみると2ヶ月というのが許容限界ですと、今福島第一では3000人から4000人の労働者が働いているというふうに言われています。正確な数字は分かりません。そして最低で3000人だとして、2ヶ月で中心的な部分の労働者が被爆線量に達してしまうということを想像してみますと、凄まじい仕事だなというふうに考えます。いくつかの資料からここの作業員の実質作業時間は最短の場合は8分間、8分間でボルト1本締めて帰ってくると
という、それほど凄まじい高線量の被爆労働現場で働かせているというのが現状ではないかというふうに考えています。これは原発の収束、いわゆるオリンピック前にして何としても福島を安定化、いわゆるアンダーコントロールに置かなきゃいけないという国策としか考えようがありません。ですから全国規模で北海道から沖縄までインターネットで派遣会社が続々と原発労働をアピールする、そして具体的な中身については何も書かない。当然失業している多くの全国の人たちがそういう細かい情報を知らないまま現場に行ってしまう。そして実際やってみたらえっと思うような現場になっているというふうに考えていいと思います。裏の方もこれは建設会社の求人募集です。これも休募になっています。中途採用で慌ただしく募集をかけています。ここにも誰が見ても不思議な内容が盛り込まれています。二級建築士の二級の建設施工の免許を持っている人っていうふうに書いてあります。資本金8000万近くの会社がそんな人間を持っていないわけがありません。必ず何十人も抱えているはずです。そうしませんと公共工事の施工等は全くできないからです。なぜ中古でこういう人材を集めるのか、決してうがった見方ではなくて、簡単に言いますと福島専用の作業員が欲しいんだというふうに自分たちで言っているのと同じだと思います。ここにも使い捨てで資格を持った人間を送り込む、通常の社員ではなくて福島でっていうことを前提にして契約関係を結んで人を送り込んでしまう。どこを見ても使い捨て、ボロ雑巾のように使い捨てながら、そして事故の収束の見通しが立っていない事柄を隠蔽してあたかも事故の収束が進んでいるかのように言われていますけれども、全く現実はそうではないということが、こういう募集の具体的な事実の中身を見ていきますとはっきりと確認することができますし、私は確信します。こんな馬鹿げた求人があってたまるもんですかというふうに考えてしまいます。同時に今この間全然議論にならなくなっている凍土壁の問題もあります。汚染水の流出問題で一時仰々しく騒がれた凍土壁は結局のところ試作段階以前でストップしたままになっています。福島民報では6月着工も見通したたずというふうに書かれています。ということは汚染水の流出も止まらない。しかし他方において汚染水はどんどんと増え続けていく。そして1号から4号までの革新的な部分に対する事故収束は使い捨て労働を大量に投入して何とか抑えようとしていますけれども、その見通しも立たない。これが原発事故というものの現場で働く者の側から見た現実ではないかと思います。どんなに言葉を申しても、現に除染作業だけで1万6千と言われる人たちが働いています。来週は浪江と双葉の除染の現状について、それを受託した前田や大勢やそうしたゼネコンの資料をお持ちする予定をしております。そこでもまた同じような騙しが繰り返されています。夏場に向けて除染現場は、とりわけ特別警戒地域の除染現場は猛烈な劣悪環境になっていくことは昨年も証明されています。防護服とマスクと、そしてものすごいジェネル熱中症の危険を犯しながらの作業ですけれども、みんなこの前福島に行った時にも言ってましたけど、夏場になると体
監視の目がなければおかげでマスクを外してヘルメットを脱いで防護服を脱いで量を取っているんだと。ところがそこがいわゆる平均的な空間占領地帯ではなくて極めて高濃度なスポット的な地点にただなる場合があるんですと。ですから簡単に見ていくと確かに除染作業の基準でいわゆる0.18 とかそういうレベルで書いてあります。ところがこれもまた変な感じで実は放射線の被曝線量は1時間頭何ミリシーベルとかもしくはマイクロシーベルとかというふうに計算しなければいけないのを1日8時間労働という形で計算しています。1時間労働でいくらという計算ができないので8時間でいくらというふうな形で計算してしまいますもんですから実際の被曝線量が確定することが不可能な管理体制になっています。これを平成の27年まで15年来年の3月までに目処をつけると言っておりますけれども除染も同じです。どん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 除染の残土やさまざまな除染物資が積み上げられて置き場がなくなって汚染水のタンクと同じように蓄積だけされて持っていきようがなくなる。つまるところ汚染水でつまずき原発の事故収束でつまずき除染でつまずきそこに全国からインターネットやあるいは手配書を通じて労働者をかき集めて被曝労働を強要する。これが福島の現状ではないかと思っています。こんなことしかできない原発をどう考えても私たちは承認できないですし再稼働なんかはとんでもない話です。さっさと54基全部この日本から消えてほしいなとつくづく思います。あと何人の屍の上に原発が継続するのか考えた人だけでもゾーッとしてしまいます。以上です。ありがとうございます。皆さん感想なりご意見なりどうぞ皆さんがいらっしゃる間お願いいたします。今日の新聞にもありましたけど東北地方5県やがて人が住めないような町として税をなさないように人口が減るだろう、あの場所が核のゴミ捨て場になるのかなというふうな感じを私は受けてしまいました。間違ってるかも分かりませんが先ほど三浦さんのお話を聞きますと全て責任を取らなくて放射能まみれになった日本列島の先駆けを被曝労働という形でやっていくのかと思うととても悲しいし腹立つし今私たちにできることは何なんかな決して忘れてるわけではないけど非常に何とも複雑な思いがいたします。三浦さんに何か質問なり何かございませんかお願いします。日本人 の雇用もそうなんですけれども外国人を雇用するような雰囲気はあるんかいなとちょっと教えてほしい。詳しい資料は今のところ出ていませんけれどもどちらにせよ、福島の事故の収束の問題はすでに充足率といういわゆる先ちゃん見積もりで出した段階での人口いわゆる労働者の数ですね。それに対して、福島第一で 29% しか今到達していないわけなんです。で除染においてもほとんどそれと同規模の作業員しか集まっていません。で脱原発原発は大変なものだよっていう声が 3.11 以降全国に広がってやはり福島ということで除染と福島第一というふうに聞いただけでやはり多くの失業している人たちが命捨ててまで行きたくないというふうに考え始めていることは事実ですので、おそらく今おっしゃいましたように外国からの労働者受け入れという方向にスタンスを変えていくだろうというふうに考えています。ありがとうございます。
外国人もまた使い捨てにされるのかなと思うと悲しいですが、質問ご意見ございませんでしょうか。青空の講座とは言えませんが、夕方の連続講座です。私たちが知らない福島の被爆作業ということ、はい、お願いします。本日、ちょっとこれ関係と関係ないですけど、本日大阪高等裁判所に果たし状を出してきました。60ページぐらい、みんなの思いがギュッて入った60ページです。ドンって出してきたら初期間がむっちゃ時間かかって、こう焦ってやってました。頼むよ。瓦礫説明会弾圧の2世が、始まるわけですけど、それはさておき、今日はその関係で大阪高等裁判所に行ったら、偉い報道陣がいて、あ、そうや、思い出しまして、差し止め訴訟多いのですね、大井原発の差し止め訴訟が却下っていう話をちょうど、裁判所で聞きました。司法がもうさっき腐ってるからね、こんな官邸みたいな極悪な企業が収まるんですよ。司法が機能してない。だから私の出した書類は果たし状なんです。ここでいつも話をしてくれている古井さんのお話も、障害者の立場からの気持ちのお話も、もちろん遠慮なく書かせていただきました。とりあえず読めと読めって、そうや、書くの忘れたけど、とりあえず読めという話です。読んだらわかるです。ということで、この辺に来ると怒りが収まらないんですけど、電気代を値上げとか、訴訟をやってもそうやって却下とか、中身を見ないで判断して、何を怖がってるのか知らんけど、策出して、それ反対する人来るでしょうよ。対応しなさいよ、あなたたち。仕事でしょ、官邸不動産さん。もうちょっと怒りが収まらないです。ちょっと伝えているのもあるので、告知だけして帰ろうかと思います。5月11日、5.11、これ異変上でも第3回行います。副大臣として、そんな場合か、安倍晋三。先に福島収束制です。今回は、また3回目になりますが、一応、日時場所を入れておくと、5月11日日曜日1時半から、南堀江公園に集合しまして、コースはいつも通りです。そこからナンバーの元町中公園まで行きます。デモは14時、午後2時出発です。今回この告知をしたときに、いろんな人の声を聞いて、いろいろまた考えさせられることもありました。こちらは、主催団体ミラクル未来を作る人間アクションという会ですが、その私たちは今回のいろいろ議論を重ねました。今回のオリンピックにだけ反対をしているというような側面も確かにあります。私なんか結構そうです。今までこの国のひどい状況をあまりにも見てこなかったから、オリンピック裏に隠されたことをいろいろ知りませんでした。で、いろんな人からお話をもらいました。優生思想の塊、野宿者の追い出し。実際この間東京行った時思いました。なんでこんないろいろ新宿ばっかりというか、改装とかそんなばっかりやってんやろうと思って、で、地元の野宿者の方にも聞いたんですが、やっぱり新しい建物を建てると居住者の方が追いやられて、どんどん住みかなくなるんですよね。で、そういうことももちろん言いたい。で、そんな場合か、安倍晋三、先に福島収束制、その収束という言葉に反応された方がいらっしゃいました。原発で働く労働者のことをよく知る方です。私たちがこういう主張をすると、労働者の方が辛い、そういう意見をもらいました。確かにそうです。
東電の、福島第一原発の収束事故に先ほどお話もありましたけど、一般の労働者を高線量の被爆覚悟で連れて行ってほとんど使い捨てです。その人たちは現場がとてもとてもしんどいから多少ミスします。そんなん誰だってそうです。でミスを作業員のミスのせいと報道され、責任を全部型に押し付けられて、きっと現場ではお前があれや間違えたからあかんかったんやみたいなこと言われてるんでしょう。すごい辛いと思います。私たちが五輪返上デモで言いたいのは、作業員の方にただ頑張れということではない、そうじゃないんです。東電が責任持って、もっと言うたら東電でもできへんねやから、この国が責任持って原発事故を収束しろ、そういう意味を込めています。そんな場合か、安倍晋三、早く福島収束して、その福島は、主語は安倍晋三です。決して作業員の方に責任を押し付けようという気がありません、私たちには。ただ、多分今も非常に高線量のところで、廃炉作業をしてくれている方たちがいます。その方たちのおかげで、今生きてます。そのことを忘れずにいたいなと思います。はっきり言って、瓦礫の焼却やら流通やらで汚染されてしまった大阪市内をデモで歩くのは、もしかしたら危険かもしれません。私は正直、市内に出ると結構調子が悪くなるので、どんだけ暑くてもマスクが手放せません。そういう状況の街中で大きい声出して歩くこと自体がもしかしたら、被爆を許してしまってんのかもしれへんなと思ったりします。でもここで言わなければ何も変わらへんし、まあ、元の患者さんは何をされてもおとなしくなるようなタイプではないので、やられた やられた分だけ返してやらないと気が済まない。特にこの国、それから原子力産業、中には関連もそうです。許せないです。本当にそこでフェンスやら柵やら張ることを一生懸命せんと、うちらの声を聞けっちゅうねん。そっちのが大事やろと思います。ちょっと簡単にみんなでコールしませんか。それやって帰ろうかなと思ってます。すいませんが、今日は原発いらない、原発いらない、再稼働をやめろ、再稼働をやめろ、原発やめろ、原発やめろ、原子力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 やめろ。関電が原子力をやめるまで毎週来ます。私たちは関電包囲行動であり、関電監視行動です。多分向こうも監視してるでしょうから、こっちも監視します。あー、ようけ出てきた。何もって編集で声出してるだけやんか。聞いてんやったら社長の八木さんに伝えておいてください。八木さんは多分聞く耳を持ってないと思うので、近くで言ってあげた方がいいと思います。よろしくお願いします。お疲れ様。裁判所にそれだけの抗議をするということは大変な労力だったと思いますが、まだ頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。体を少し休めてください。ありがとうございました。そしたら、たくさんまだ言われるご意見あると思いますが、三浦さんの質問いいでしょうか。被爆労働ということは決して一言ではないということを今日も感じました。それで来週から、今日から熊さんが行かれますので、熊さんの歌を久しぶりに聴いて皆さんまた元気にやりましょう。お願いします。
Dさんに捧げます。So much to the martyrs said, month after day to cry. Now from the buckless face, but my hair was made so. But it's all mine, it will work. With this generation, I and the family, the ones you now said, redemption had cost all I ever thought, a song of freedom, the ancient song, emancipate yourself from into slavery. And free our minds. Have no fear for Arctic energy. Cause nothing can stop tonight. How long shall they tear apart? What is an endless? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. I want you to help the sun. Redemption sun calls all I ever found. A song of freedom. The ancient song. D-san, gobare! さあ、コマさん、買おうやで。あったからいいかと、足をつけてきてください。今、コマさんが歌ってくれた今の歌は、私、レゲエがすごい好きなんやけど、ジャマイカっていう国の。なんやろ、もう伝説の人となってる、ボブ・マーレーって方の夢の歌です。ありがとう。すごいね。それで皆さん、お気持ちだけ、コマさんの地獄への挑戦。地獄へのオキパイの少しのお気持ちを出したいと思いますので、よかったらお願いいたします。まだ妻さんいらっしゃいますね。じゃがいてくれたやつなんやけども、みんな宇宙やっぱ言うとかな忘れないと思うて、何回でも言いますけど、この大衆病圏内ではようさん、置かないんだけど、私の仲間の障害者や、無菌のおにも置かされました。そして、あの自由気の受けたり、ガチしました。これは、やっぱり、どうというとかな。忘れると思うんで、今夜は突然と、ライバルです。
外出てくれたから。記録に残ると思うんやけど、まだ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 
たないやるけども、こういう考え方であるから、特に代表はいけない、何にも言いない人は人間が認められないようなことにつながる思いますえ。今、素晴らしい、メッセージです。優先思想というものが、オリンピックには、いわばその、感動とともにですね、優先思想のキャンペーンをしているということになりまして、ベルリンオリンピックっていうのは、まあ、僕はナチスに断ってますけども、ナチスがやった民族の祭典という、リーフェンシュタールという人が映画を記録残しましたけど、これは身体との美学です。身体の美しさというものを徹底的にやりました。で、身体の美しさとは何かというのが今、古井さんがおっしゃっている優生思想ということで、まあ、20世紀になっても魔女狩りがされたと、ドイツにおいて魔女狩りがされた、要するにオリンピックのような競技に参加できない、もしくは子供が産めない、そういう方々はどんどんおかしな目に遭っています。まあ、そういうその、物差しで、人間を差別していって、ベッドに合わせて体を切る、そのようなことを今、まあ、そのグローバルスタンダードというのが最大ですけどもやってますね。で、一応先ほどの天皇制の問題ということをもうちょっと、お伝えしたいと思います。戦前の国体というのは、天皇の席次という言葉がありますが、天皇ファミリーとして、国体は、天皇家の、いわば国家です。これが国体です。じゃあ今国体という言葉は何を意味しますか。僕は高校の時にやっぱり、総合体育大会というのがありまして、この国体というのにですね、どれぐらい優秀な肉体がいけるかということは体育の先生たちがみんな体育の時間にですね、チェックしてですね、で優秀な人間は、明日のオリンピック選手要員としてどんどん推薦したりなんかして、筑波大学教育、体育学部かなんかとかね、日体大とかそういうところにこう推薦していくわけですね。で、これこういうのをスポーツエリートと言いますが、まあ、そういうスポーツエリートが、まあ、集積していく最後の場所 の、彼らが目標とするのがオリンピックです。日本の場合にはこれが天皇陛下の席次としての日本のために尽くせという形で、国民体育大会もしくは国民体育総合大会として、小さい時から組織されています。これは昔で言えば、古いんです。僕は、一応名前を言うと言って申し訳ありませんけども、時代錯誤アナクロニスムで、僕は女性を大変尊敬しているステベですので、いいですか。機械を使えばですね、マニュアルが理解できれば誰でも機械は使えます。で、機械はハードな労働をこなします。もしくはすごい繊細なことも機械はやってくれます。これは可能性でしょうか、まあ、限界かもしれません。原発といえばもう限界ですね。そういうふうにして精密機械がこのような福島第一原発のようなことを起こしました。だけど、まあ古井さんのような方が、頭の良い方がマニュアルさえ読めれば、機械を使えば、そのところの男なんかより、よっぽど働く機械ということがあります。こういう問題が今現在の問題だと思います。だから、男はもはや
いわば戦争労働というものに駆り出される理由も何にもないんです。なぜかといえば、一番今アメリカの漫画みたいに描かれていることは、妻にキスをして子供にハグをして、それからお父さん仕事に行くからね、本当に優しいお父さんです。で、これがアメリカの国務省のコンピュータールームに入って、ロボット飛行機を操作してどこに爆弾を落とすかという仕事をコンピュータールームからするわけです。これはアメリカの軍隊というものの性質がそうなっています。月に人間を届けさせることができるということは、地球上のあらゆる爆弾、場所で爆弾が落とせるということです。日本もそれを追求しています。ロケット技術です。で、このロケットというものを無人のロケットにします。この時何が起こるんでしょうか。対決というのが戦争の美学です。遠からん者は音にも聞けで、我こそは、関西原力大井高井戸堂の強者である熊である。我とやる者はすぐ出てこい、こういう対決の思想が戦争の美学なんですね。最後の美学、一人の女性を争って、男と男が決闘をする、これが戦争の美学です。まあしょうがない、どっちかにも女性はもう二人の男が相手から疲れるから一人にしてちょうだいって言うと、男は決闘をしてですね、決めるわけですね。命をかけるんですね、女性に。このようなもんです。決闘というのは立派なもんですね。こういうのが戦争の美学としてあるわけです。それがなくなっちゃったのは、相手はロボットなんですわ。それも無人です。何も落とせません、誰も。要するにリモコンの飛行機が飛んできて爆弾を落とすんですね。で、これに殺されるのは多分人間です。ロボットは殺されるわけではありません。今日本でロボット技術が発達してるから、まあそれを壊すとすれば多分サイバーテロでしょう。コンピューターシステムを破壊することしか、できることはありませんね、戦争というものは。ですから昔の戦争とも戦争が違ってますから、もう戦争ということに地域を挙げて地域保護法とかアメリカ軍のために助けるかって、アメリカは迷惑なんて今日言ってますよ。アメリカの国務長官とか、秘密の保護法なんてなんで作ってんの、日本の人たちは。迷惑ですってアメリカの偉い方が言ったそうですよ、国会で。あそこのね、参議院会館とか衆議院会館で。だから日本を作ってんですわ、安倍政権っていうのは。要するに明治維新党と同じで、なんか勝てば完封だと思ってるわけですね。勝てると思ってない、勝てるわけがないみたいな、こんな小さい。だから最初から手を挙げちゃおうというのが憲法制度です。一般市民を殺したら刑事犯罪、一般の市民を理由もなく殺したらこれは刑事犯罪です。で、日本は名前に対応するかもしれませんけども、国際刑事裁判所に登録してます、認定してます。一人の人間が殺意もないのに殺された場合、街を歩いていていきなり殺されたら殺す方が犯罪者です。ですから今の安倍がやってることは、俺は、核兵器を持つよと、やるよと。ただアジア中、世界中、日本は核兵器で来るんだねと。じゃあどうしようかと身構えますね。
じゃあどっちがどっちなんですか。最初に戦争を仕掛けてるのは核兵器を持つことが戦争を仕掛けることです。で、核兵器の燃料がウラン・プルトニウムで、原発でやってることは核燃料研究に過ぎないんです。さっき言いましたけど、実験なんです。これ戦争兵器のための電気のためなんか全然意味ない。もしね、電気を作るためにその核燃料をやるんだったら、モンジュは即刻やめなきゃいけないでしょ。モンジュは電気なんか作ってませんよ。で、1日1500万円ナトリウム冷却やってるんですよ。こんなことあります？何のためやってるんですか。核兵器のためですよ。核武装のためですよ。核武装するんですね、日本は。じゃあ北朝鮮はどうなんですか。朝鮮民主主義共和国の核武装はどうなんですか。怖いですよね。北朝鮮にとって日本の核燃料怖いですよね。さあどうしましょう。で、そんなわけでお互いに一触即発の隙間だらけの核武装っていうのを世界中これからやるんだと。皆さんね、ここはね、これは絶対反対ですよ。だけど現実的な情勢としては、国家イコール核武装で、僕は理想主義者としては核武装をする国家が悪い、核武装をしなくても国家は悪いんです。国家ってのは悪いんです。このことを、皆さんに伝えたいんです。国家っていう発想が悪いんです。僕たちは僕たちでそれなりになんとか生きたいんです。これは焼け跡闇市という思想です。戦後民族総決戦に敗れてもみんな日本人は頑張って生きてきました。どこで？焼け跡闇市で。福島の人もそうあってほしいんです。だけど本当に大丈夫でしょうか。焼け跡や民地よりひどいんじゃないでしょうか。校舎のいっぱいのところで、そこで生きろと、そこへ帰れっていうことを国家は言っています。まあ僕は国家は悪いと思ってますから、また悪がやってるなと思いますけども、被害者の方々、福島の人々は被爆する運命ですか。広島長崎のような方で、原発を原爆を落とされたように被験者っていうんですね。モルモットです。人間モルモット、広島長崎人間モルモットね。で、福島の今の現在、福島にいる人たちは、さっき言いましたよね、ニュークレアウィンターという状況で、人間は生きられるのか生きられないかという人間モルモットにされてしまっていますと僕は思います。で、ミッキーマウスって何ですか。何ですか。ディズニーランドのミッキーマウス。ミッキーマウスが、皆さんね、本当に日本のね、観光業は東京ディズニーランドでミッキーマウスのシンボルを見ています。僕は今ここで100人の方を前にしてお話しさせていただいておりますけれども、ぜひ聞いてください。いいですか。例えばですよ、ミッキーマウスは可愛いですよね。でも通常今マウスはモルモットとしてあらゆる細胞の、いろいろな実験動物になっています。いいですか。ディズニーランドのミッキーマウスがイメージしてください。可愛いですよね。ミッキーマウスが
モルモットだとしたらどうですか。ミッキーマウスは可愛いですよね。モルモットですよね。じゃあ広島長崎以降日本人はどんなネズミになさせられたんですか。ミッキーマウスより醜いネズミにさせられていませんか。そういう政権をですねいつまで許しているんでしょうか。自分たちはね、そういうあの実験動物として生きる民族になっているということを誰がどのように言っていますか。この突然に大日本愛国になっちゃいますけどもうそんな右翼は嫌いですけど、なぜかって言えばあのエゴイストだからです。だけど日本人がここまでね実験動物にされてね、なんでみんなまだね実験動物を埋めなうような安倍政権をみんな支持しているのか本当わからないし、やり方はあると思いますよ。だけど世界が日本の自民党を政権党として支持している日本人民は、あ、実験動物として生きるのねってフランスあたりのね、プライドの高い、アメリカのニューヨークあたりにプライドの高い人たちはね、ああ、日本人はもう実験動物として生きる覚悟したんだねっていう、自分の身にもなってください。日本国憲法に歌っているあの美しい人権条項って何なんですか。動物のモルモットのように扱われている日本人がですね、いいなんて日本国憲法どこ見たって書いてないでしょ。世界の憲法じゃ書いてませんよ、そんなこと。自分の国民がモルモットになればいいなんて。福島の人たちや広島、長崎の人たちは、そういう目に遭ってきてるんですよ。だから悪いんですよ、国家も原発も。国家が自分を守ってくれるなんてことはないです。国家が国民を守るなんてことはないです。福島を見てください。国家は福島の人を捨てているじゃないですか。何ですか？福島は国民じゃないんですか？まあそういうことなんですわ。で、本当に悲しい。ウォルト・ディズニーという人は CIA です。CIA というのは、いわば、国家の、情報機関の一部です。ディズニーランドというのは CIA の、出張所なんです。皆さん。ね、007 のスパイ映画見て、面白いと思うでしょう。はい。ディズニーランドは世界の CIA の営業出張所なんですよ。CIA の方に日本を守ってくださいと言っているのが安倍さんです。なぜか。もう勝てないからです。福島の原発の管理ができなかったから、世界の原発技術者たちは日本人って最低と思ってるし、でも日本人は頑張りますって安倍さんが一生懸命踊ってるわけですわ。でも現実は現実ですから、シビアアクシデントの7という最悪の、レベルのものが4機あるんで、チェルノブイリは1機です。3マイルも1機です。ところが福島は4機です。シビアアクシデント 4×7 で28と言っているんです。これほどのシビアアクシデントはないんです、人類史上、世界史上。それでも日本の原発は売れると、売りたいと、
安倍さんは頑張っています。営業の鏡です。三菱重工とか東芝とか日立の営業の鏡です。現実に売れるでしょうか。世界は日本の原発を買うでしょうか。今そういう状態です。で、皆さんね、ここにいる100人の皆さんのみにお伝えいたしますけれども、原発事故が起こる前に日本人は世界から何と言われていたか知っていますか。エコノミックアニマルと言われています。原発事故を起こす前にですよ、エコノミックアニマルと言われています。じゃあ原発事故起きた後の安倍さんの営業活動を見て世界は何と言うんですか。もうアニマル以下みたいですよ。 He is って言われなかったそうです。日本の総理大臣は He と言われなかった、 It と言われたそうです。 It っていうのは動物以下の存在です。それ、あれです。あれはねと言われた経験は野田とか菅とかがしています。国際関係の中で安倍はそれを一生懸命お金を振りまいて、ない金をばらまくようにしてなんとか保って国際的にああいう同居をしています。世界の人はバカではありません。安倍首相のしていることは理解できます。国家を代表する人間が一生懸命美しい日本を宣伝していることは分かります。そして美しい日本を支える、なんか昔の話で、もう皆さん帰りたくなっちゃ寒いけどね、料理は中国だっけ、中華料理、女性は日本人、こういうふうに大体定評になっております。で、それはその可愛い女性という意味だったんでしょうけど、最近やっぱり違いますね。日本の女性は、なんとサッカーでもですね、卓球でもですね、世界に匹敵していますね。女性は体が弱いなんていう幻想はもう僕は持てません。実感として。これは世界中で、日本の女性が勝ちまくっていますね。これは単にスポーツのそういうルールの中です。で、オリンピックに、お金をつぎ込むことをやめて福島にやってくれということも賛成です。しかし日本の女性というもののいわば身体的な実力、まあ、運動神経という実力、これはなかなかのもんです。浅田真央さんとかね、そういうフィギュアスケートの女性たちも含めて、で、こういうパワーっていうものがですね、やっぱりきちんとですね、正しい方向に向かってほしいわけです。一方、原発の工場の中で日本の女性と同じ条件のように立派な体を持っている若者たちが被爆労働をしています。そして刻一刻白血病とかいろいろな障害を持ちながら、手術を繰り返しながら、プロフェッショナルとして原発労働の中で日本の青年たちは働いています。そして彼らの遺伝子は中性子によって破壊された場合、彼らの一生懸命原発で働いている立派なお父さんの血統は破壊されて残ることはありませんですよね。中性子はあらゆる生命体に対して破壊行為を働きます。で、今日本がやっていることはプルトニウムの持ちすぎですから、このプルトニウムというものを平和利用しているということで、今原発が再稼働したいときに狙われている原発は全てMOX 燃料系です。
で、これはプルトニウムを使う。プルトニウムって何っていうと、自然にない人工物質です。で、このプルトニウムの半減期の一つの例は2万4000年。これでも短いと言われています。もし、この2万4000年半減期のある、プルトニウムの廃棄物を処理する仕事は責任ある人なら2万4000年かける2万4000年くらい の, あ の, 歴史あの時間とかで責任を取って管理しなければいけない。そんなことはできるわけがないじゃないですか。だからプルトニウムを使う、プルトニウムを持ちすぎている日本という国は、それをこれからどうするのかということで、世界が注目しています。し、もし平和憲法9条のような形で、もうプルトニウムは売りません。プルトニウム系 の, ものは売りませんと日本が宣言した場合には、やっぱり世界から称賛されると思いたい。そういう方向に行かない限り、プルトニウムを世界にばらまいていけば人類を終わらせる側にいる。物見の塔とかオウム真理教化みたいになっちゃうんですよ。日本人こそ世界を滅ぼす悪に加担していると。我々はその悪に戦うと、どんな手段を持ってしても。そういうふうにオウム真理教のようなことになってしまう。もうギリギリです。皆さん、Where from? Where from? Where from? Seattle, Washington. Where from? Where from? Where from? British Columbia. Seattle. British Columbia, Seattle. Canada. 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 Canada.なかなか我々バッシングしないみたいですよ。やっぱ同じ哺乳類としてですね、やっぱりプルトニウムにやられるのは嫌だなということは当たり前ですよね。ねえ、関連の皆さん、プルトニウムにやられるのは嫌ですよね、哺乳類として。そんな当たり前のことです。我々がしていることは、どうぞ、即廃炉に向けて、関連の知性 を結集してください。皆さん、ありがとうございました。私たちは汚れた体にさせられましたけども、こんなことでくたばれません。世界中を汚している日本の放射能汚染をこのままにしている日本や私たちは黙ってるわけがないということを少し聞いてください。告知はないでしょうか。先ほどもうお帰りになられましたけども、クマさんに行ってらっしゃい、私たちの分も頑張ってきてねっていうふうな支援がありました。大変大きな金額もありましたので、どうかクマさん元気で行ってきてくださいね。そしてまた情報を知らせてください。早く帰ってきてください。いろいろあります。明日いつものように午後3時半から JR 大阪駅前で南口広場のところで辺野古に基地を絶対作らせない活動を続けます。この間も裁判で言われてました。あの広場を私たちは表現の自由な表現をどうにかしてあの場所に展開していきたいと思います。押し潰されないエネルギーを持っていきたいと思います。そうしないと辺野古のことではなく、沖縄のことではなく、日本に住んでいる私たちはまたしても加害者になります。今アジアに向けて、世界に向けて日本は加害者になっています。その自覚もないまま安倍政権のすることを鵜呑みにすることはできません。もう加害者はやめましょうというふうな意味で、また皆さんメッセージをどうぞお願いします。皆さんお疲れ様です。告知です。
15日木曜日10時より瓦礫差し止め裁判の第6回目の起訴があります。202号法廷です。それで、生鮮料理学を安全とする ICRC 勧告や教育処理の基礎に対し、沖縄の矢崎先生、それから熊本先生の意見書を提出します。一人でも多くの傍聴をよろしくお願いします。で、その後大阪弁護士大会で報告集会、その終わりなんです。大阪市役所前で宣伝行動を行います。こちらもご参加よろしくお願いします。5月の30日土曜日の大阪5階、増加物質で、米用放射能汚染廃棄物の全国拡散関西集会があります。意見書を書いてください。熊本先生の講演があります。あと、高島市の放射能汚染キットの報告記録などもあります。参加費700円かかりますが、よろしくお願いします。ありがとうございました。来週木曜日です。一人でも多くの方が自分の問題として、そして私たちがこれに無関心でないということを態度で表したいと思います。どんなに関西電力に原発はいらないと言っても言い過ぎることはありません。一人でも山にどんどん入れていただきます。よろしくお願いします。ご覧の関東の皆様、ぜひ、ご参加よろしくお願いいたします。
なんか僕座ったりでしたけれども、以上で。ありがとうございました。いよいよ安倍政権を倒そうという運動を関西でも始めないとダメですね。もう文句だけ言ってたんじゃどうしようもないという現実があります。私たちは加害者ではありませんと言い切れません。今のままでは何か、あ、久しぶりに走ってあの、この場に集まられた共通性の皆さん、あのですね、Facebook、あるいは Twitter をやってらっしゃる方ご存知かもしれません。あの、もう何かアピールがあったかもしれませんが、ビッグコミックスピリッツの最新号に、刈谷悟氏が書いたおいしんぼの、福島県県民、あるいは双葉町の前町長井戸川さんの発言の部分をめぐって、バッシングが起ころうとしていますので、あの、偉いと思うのはスピリッツ編集部はこれに対抗するために、あの、実証的な手法を取ろうとして、実際に放射能の影響と思われることで鼻血を出した人、その他、口の中の粘膜がボロボロになったとか、極端に疲れやすくなったとか、そういう人の体験談を募集しているとのことです。皆様の中でもし、福島の放射能の原因と思われる症状が出た方、あるいはお知り合いでそういう方がいるということをこれまでに聞いてらっしゃる方、ぜひビッグコミックスピリッツの、ホームページ、あの、小学館の内部やと思うんですけど、そこから、経験談募集の、メールフォーム、あるいはメールアドレスが書いてあると思いますので、ぜひ送信してください。または送信、を依頼してください。一方で私は双葉町がスピリッツ編集部に対して、原作者に対して出した抗議文が真偽が怪しいと思って、双葉町に対して、あの、出られたことですが、情報公開請求をしたいと思ったんですが、なんとなんと双葉町というのは、あの、人時代前の、情報公開条例を改正せずにまで持ってるらしくて、双葉町民、あるいは、かつての震災前のでいいと思うんですけど、双葉町内に事業所あった、事業所や学校の関係者、通ってた人とかね、そういう問題ないと情報公開請求ができないと書いてある、あ、さっとも普通何人も可能であると書いてある本なんですけど、ですから、そういった双葉町民などの方を、もし知り合いがいらっしゃって、こういう、もし、あの、風評被害の電話がかかってきたと書いてあるんですけど、他県の方から、あの、その内容がどうも嘘くさいので、電話メモ、町職員が当然取ったはずの電話メモ等を開示せよという、情報公開請求をぜひ、していただきたい、ご協力いただきたいと思います。あの、刈谷悟氏と清水編集部にぜひ頑張ってほしいと思ってますので、皆さんご注目ください。ご協力お願いいたします。ありがとうございます。いろいろありますね。まあ、今はネットの世界ですから、ついつい見落とすこともありますけども、皆さんお知り合いがございましたら、今のようなことまたやってみてください。どうぞ。久しぶりですので、どうぞ。どうも。ただいま、あの、まだ生中継中でございます。毎回行ってください。ああ、いいです。これは、あの、まあ、今、ライブご覧になってます。これなんか、この42年の生中継。プレゼントしてくださったエプロンは、で、これが今、27、データ量ですね。27.5 メガバイト。これ今、開始から、あの、1回途切れて17分目です。はい、お願いします。で、これ、この7.8って書いてある、あ、これ、あの、あれですね、1分間、1秒間のコマ数。外国会の会長の殺害が誠まで感謝にします。で、明日はですね、奈良で、ちょっと、プラス解放特別関係の説明大会があるんですよね。これ、嫌がらせするようです。あさっては、無動線でですね、したデモをやります。で、まあ、大統領はね、会長が来るとね、やっぱり元気なんですね。なんでね、
彼らがどこに行くかって正直言って分かんないんですよ。それなんでね、とにかくあの一番あの最近ではあの今回ね、あの宇都宮でなんか並べてみたいやったんですけどね、今回どれぐらいなのか分かりませんけどね、少なくんでやっぱり中はしてくださいだから、明日 の, その大阪報道録とかね、また違う関係ではあの東成センターでですね中継あるんですけどもね、まあ、それではまあ、いろいろことがね、10日は11日ってありますんで、まあ、とにかく在宅期間関係しますんでね、ぜひね、注意しててください。以上です。はい、ありがとうございました。そしたら明日は3時半からまた JR 大阪駅の南口広場で深海なり混雑をしたいと思います。他に伺いませんでしょうか。あ、大丈夫ですよ。松村さん、いいですか。最後になりましたけども、先日の中野島祭り、皆さんのご協力本当にありがとうございました。大きな成果がありましたので、またこれからもよろしくお願いいたします。建設は絶対させないということ、再稼働は絶対させないということ、もう絶対という言葉は普通ないんですが、私たちは楽しみしてやりたいと思います。では皆様、寒い中いろいろご協力ありがとうございました。じゃあまた来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。頑張っていきましょう。失礼します。さようなら。どうもありがとうございました。これバッテリーをお返しして、ちょっと待って、あれ、前帰らはったかな、マスカ、あれ、あれ帰らはった、マスカして、あれ、やばい、あ、しまった、あー、え、あ、はい、ちょっとお借りします。あ、持って帰ります。はい、どうも、本日はそういうわけでですね、どうも、本日はどうもありがとうございました。そんな感じです。ちょっとあの、これ。